久保さん、今回、反町隆にしましょうか。あの、反町隆のポイズンだったかな言いたいことも言えないこんな世の中じゃ、みたいな歌詞があるんですけど、みんな言いたいことね、まあ言える時代になりましたよね。<laughs> 言いたいことを言いまくって、あの、政治家になるっていうね。<laughs> 言いたいことを言って、えー、NHK をぶっ壊していくっていう。 政治家になるとかね。まあ時代変わったなと思いますよね。昔は言いたいことも言えない世の中の風潮はあったんだけど、今は結構だいぶそれが緩和されてきたんじゃないかなと。もちろん未だにそういう部分はあるとは思いますけども、ただ昔に比べると、まあ昔ね、30年前、NHK をぶっ壊すみたいなね、出てこないですよ。<laughs> 30年前。 だからこれはね、個人がそう、そうその SNS 発信時代になったからこそ、まあ逆に言うと受け入れられてるのかなっていう。要は支持する人が、まあ見、見られる、要は見てもらえる環境がある。うん、プラットフォームがあると。多分昔は言ったとしても多分潰されるでしょうね。でも YouTube を潰すことはできないですよ、多分。<laughs> どうですかね日本の、 国が、なんかその、なんか圧力かけても、Google、YouTube を潰すっていうことはね、多分難しいと思うんですよね。まあもちろんこの動画をどうのこうのっていうあれはあるかもしれないですけど、YouTube 自身のプラットフォームを消す。うん、多分無理ですよね。だから結局その動画が消えてもまた出てくるし、消えてもまた出てくるし、YouTube がある限りね。そう。だから結局、あの、雑草のごとくいくらでも、 出てくるって話ですよね。うん。だからもう、だからこれはね、もう抑えつけられなくなってきてるんじゃないかなと思いますね。強い勢力が。うん。だからまあ、この時代どう生きるのかっていうのは、まあ、アリが勝てる時代かなと。うん。アリでも勝てるよと。うん。昔はアリは勝てなかったけど、今はアリでも勝てるんじゃないかなと思いますけどね。まあでもアリさんもちゃんとね、かあの、時代に応じて使えるものを使わないと、 まあ無理なんだけどね、うん、行ってらっしゃい